はい、どうもバスケの人生です。福岡がですね、見事に梅雨明けをいたしまして、多分自分が知ってる中でも過去最速の速さでの梅雨明けだったんじゃないですかね。基本的に多分その梅雨ってそのイメージ的に7月の半ばぐらいまでのね、大体イメージ梅雨明けが大体7月真ん中ぐらいになるんじゃないかなっていうそのね、タイミングなんですけど、今回ね、もう6月末、約どんぐらいだったんだろう、2週間ちょっと2、3週間ぐらいのね、そうスピードでね、梅雨が去っていきまして、多分まだね、日本各地でね、明けてないとこはあるんですけど、九州の、九州全域は基本的にはもうね、梅雨明けをいたしました。はい、なんでね、もう本格的に暑くなってきて、もう真夏状態ですよね、その気温とか。だいたいそうですね、今日とかでも今34度とかあるんで、結構ねしっかりと暑くなってきたんで、今から楽しめるアイテムをねご紹介していきたいと思います。このチャンネルではですね、福岡市中央区大名にございますバーセという、お店のチャンネルでございます。国内のセレクト、そして、香水のサノマ、そして e バイクのアルコン、スーパーセブンティースリーなどの、情報の発信とレビューをね、バンバンやっているチャンネルでございますので、よかったら最後までぜひご覧ください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ね、ちょっと今回紹介していきたいのが、マインデニム、マインデニムですね。マインデニムがですね、実は今季夏半袖シャツをね何方か提案してるんですけど、その中でもね問い合わせが多くて、すごくね注目されている、アーティストとのコラボ商品があります。まあ、マインデニムといったらね、インラインもすごくかっこいいんですけど、やっぱコラボ系がすごく有名ですよね。そう、例えばワコマリアだったりとか、あとはそういうアーティスト系、そして、そういう、ニルバーナとか、ここ最近で言ったらね、すごくそういうコラボ系がね人気なアイテムですけども、今回もアーティストシリーズでねご紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃん。はい、マインデニム、バーナイとのアーティストですね、バーナイとのマインデニムのコラボレーションシャツが今回出ております。簡単にバーナイをね知らない方にね、ちょっと簡単にご説明したいんですけど、日本のアーティストさんで、ご出身は神奈川県藤沢市、今でもね地元の方でねアーティスト活動をされております。簡単に言うとですね、2015年あたりからね、その書き下ろしの、デザインだったりを、コブネギャルソンのねデザイナーである川久保レイにポートフォリオを送って、そこからねすごく採用されて知名度がバンと上がったアーティストさんでございます。結構ね見たことある方もいらっしゃると思います。これ結構ねすごく有名なデザインです。そう、ここね昨今では、それこそ新宿の伊勢丹メンズ館だったりとか、あとは六本木の蔦屋書店、そちらの方でね、個展を開催しておりまして、すごくね反響の大きいアーティストさんでしたね。そちらのね、バーナイとのマインデニムコラボレーションの半袖シャツが出ております。見てください、この書き下ろしのデザイン。これで結構ねちょっと生地感のしっかりしたデニムシャツの上からね、この書き下ろしのプリントを施しております。結構ねインパクトといい、あとはその生地感といい、夏めちゃくちゃ楽しんでいただけるんじゃないかなっていう、僕一押しのチェックシャツじゃないね、柄シャツでございます。はい、ぜひね知ってる方いらっしゃったらね、コメント欄でもちょっと盛り上がっていただければなと思います。このバーナイはねすごくねアートがかっこいいです。ものすごく結構アートの世界ってものすごく深いものがあるからね、その好き好みはあると思うんですけど、僕はめちゃくちゃ好きで、このバーナイのアーティストですね。でそのコムデギャルソンではね、そういうこのデザインだけじゃなくて別のデザインとかもね、そのシーズンに応じてその制作されているのがね、このバーナイとバーナイのアーティスト作品がありますので、そちらの方もねぜひよかったらネットで引いて調べてみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ早速ねちょっとこちら着用していきたいと思います。割とサイズ感はね細身なんで、ちょっとシュッとしたスタイリングで楽しんでいただければなと思うので、私ブラックパンツ履いてます。そのままねこれで合わせていきたいと思います。はい、じゃあ早速着用しております。結構見た目の存在感が大きいでしょう。そう、しかもよく見てみないとその英字っていうのが分かんないんですよね。こういう遠目から見たらただこう柄シャツに近いですけどね。そう、こういうデザインになってます。
やっぱインパクトが大きい分ね、結構なんかこういろんなパンツで合わせてほしいなと思うんですけど、やっぱこのマインデニムらしさをね結構引き出すならやっぱりこういう黒パンで合わせていただくのが一番いいんじゃないでしょうか。ちょっとこう細身な感じでね、シュッとした感じで、そう、これで私が着用してるのがね今ねサイズ1なんですけど、結構肩回りとか袖幅だったりとか、そうここら辺は割とタイトです。そうだからもうほんとスタイリッシュに着れる感じ、こんな感じです。そうで全部ねボタンを閉めてこういう感じで見せてあげてもいいんですけど、僕はやっぱね夏場そういう解禁シャツはねタンクトップと合わせてこう着用してほしいなっていう気持ちがあるので、こんな感じでラフな感じで着てあげてもいいのではないでしょうか。ネックレスだったりとかはお忘れずに、タンクトップ1枚で着てます、こんな感じです。そうなんかこうワイルドさじゃないけどちょっとこう男らしさのある感じ、ちょっと悪そうな感じというか、そういうファッションって結構夏場すごくウケるんじゃないかなと。それにまあサングラスかけたりしてもいいんじゃないでしょうか。うん、そうちょっとこうラフな感じでね、そうかっこいいスタイリッシュな男が夏を楽しむ、どうすか、微妙すかそう僕はね結構なんかこういうスタイルすごく好きなんで、そう割となんか T シャツとなんかこう夏場っても結局は T シャツか半袖シャツかみたいな、もうどっちかになっちゃうじゃないですか。そう結構女性ものだったらね割と幅広いねアイテムがあるんですけど、男性ってすごく限られてるなっていうのをめちゃくちゃ感じます。そうここ最近はねそういうちょっとこう女性もののルーツがあるねチュールだったりとかそういうものも多いですけど、そう割とやっぱこういまだにその男性ファッションで言ったらやっぱ T シャツか半袖シャツがまあメインにはなってくると思うんで、そうぜひねこういうちょっとこうアーティストでこだわったシリーズ、わかりやすくてかっこよくてなおかつスタイリッシュでおしゃれ、もうここら辺はねすごくマストなアイテムかなと思います。そうで結構全国的にも完売が相次いでて、うちにもねもう残りもこれだけのアイテムなので、はい、ぜひよかったらご参考に、ご注文もねお待ちしております。オンラインストアの方はねさっき概要欄にね載せておきますので、ぜひよかったらそちらの方からお買い求めください。そしてね、チャンネル登録とグッドボタンの方をお忘れずに、ぜひよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。またねちょっと夏のスタイルっていうのはねこれからどんどんちょっとやっていこうと思ってますので、よかったら次の動画もお楽しみに。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。